んにちは、DI 上野浦店長のミクです。はい、こんにちは、DI 上野浦のたくまでございます。はい、はい、さて本日は大きいお顔の方のメガネの選び方のポイントと、はい、あとおすすめいくつかご紹介していきたいなと思います。わー、はい、で今回はですね、あのゲストとして DI 中原メガネ店よりですね、はい、あの店長のコジ君が、はい、ちょっと大きいお顔の代表として来てくださいまして、はい、はい、あのいろいろ選び方のポイントだったり、本人のあの選ぶ時のあの苦労だったり、はい、はい、いろいろお話をお伺いしておりますので、実際にかけてもらいながらあの紹介をしております。その模様をご覧ください。どうぞ。はい、ではですね、今回はあの DI 中原メガネ店よりあのモデルをあのお呼びしております。じゃあ呼びましょうか。はい、呼びましょうか。はい、じゃあコジさん、満を持して。満を持してちょっと照れてるんですすごい照れてます自己紹介お願いします。はい、DI 中原メガネの店長をやっております、コージと申します。よろしくお願いします。はい、あのみんなあのコージさんとかコージくんとかっていう風に気軽にですね、あのちょっと呼ばせてもらってるんですけれども、動画内でもそう呼ばせていただきたいなと思います。では、メガネ今日私物も交えて持ってきていただいたんですよね、はい、じゃあちょっとカメラマンさんにちょっと寄っていただきたいなと思います。はい、今回は、6000というところで、私物も交えながらですね、実際に今販売しているモデルばかりなので、はい、かけてもらいながら選んだポイントなどをお伝えしていきたいなと思います。はい、ではですね、選び方のまずポイントなんですが、はい、サイズが大事になってまいりまして、PD と言われる瞳孔間距離と言われるものが一番大事になってきます。そうですね、はい、で瞳孔間距離、便利に測れるアプリがありましたよね。はい、ございます。以前動画で上げてるんですけれども、アイメジャーというスマホのアプリがございまして、それはですね、割と正確な数字が出るので、はい、気になった方はですね、ちょっとご参考いただければと思います。はい、以前動画で作っておりますので、はい、そちらでご覧ください。はい、で、その PD を測っていただいて、でやはりその男性でいうと大体68ぐらいですかね。そうですね、ぐらいになってくる、以上になってくるとちょっと離れ目で、お顔の大きい方が増えてくるっていう感じなんですけれども、メガネにテンプルの部分にですね、こう四角を挟んでる数字があるんですよね。四角の前と後ろの数字を足したものが自分の PD に近いものを選んでいただくと、選びやすいかなと思います。はい、ですね。普段お顔が大きい方からすると、なんか選ぶときになんかここポイントにしてるとか、あとすごいやっぱここ困るっていうとこあったりしますか？そうですね、基本的に私の目の位置というのは、先ほどの数字の話もありましたけど、はい、71から2っていう数字です、うん、いわゆる68からっていう数字からすると、さらに4ミリぐらい大きいので、いわゆるその一般のメガネ店さんからすると、本当にじゃあ選びに行きましたってなったとしても、5本あったらいいかなっていう、あこれいいなって思うサイズ感だけでですね、これきたって思うサイズ感があって、それぐらいかなと思います。なので少ない、少ない、まあ、この仕事をさせていただいているので、そういうメガネに出会う機会が多い分、まだ私は困ることが少なくはありますけども、それでも普通の、例えばスタッフよりはやっぱり私は買う頻度はすごく少ないんじゃないかなっていうふうには思います。なるほど、うん、確かにな。もうメガネ屋さんで働いてるから、まあある程度メガネに接する機会は多いけど、うん、なんかそうじゃない方から取るとすごい選ぶ時のハードルは高くなるのかなという印象ですね、うん、はい、そうだと思います。その中で今回は、はい、こういうメガネがいいんじゃないかとかっていうのも持ってきてもらっております。はい、じゃあちょっとかけて、はい、いただきながら、はい、どんな感じで選んだのかという理由も含めてですね、はい、紹介していきます。はい、はい、ではまず1本目ですね、はい、こちらは当店でも非常に人気がございます。はい、人気です。はい、タートプティカルアネルの JD04 の、004番カラーのサイズが48-24でございます。はい、これサイズが4サイズあるんですけど、うん、はい、その中でも一番大きいサイズ感になります。はい、これ選んだポイントとしては、もうこれはですね、
一目惚れというか好きな色だったんですね、私が。単純にもう昔からそのヴィンテージが好きっていうのもあって、この色をちょっと欲しかったのもあったんですけど、前はこのサイズがなかったんですよ。あ、そうそうそう、以前の時はですね、で今回この新しいサイズが出て、もうカイさんの前だったんですよね。そう、この前でもうパッてもう私これって言ってすぐ決めて、唯一もうすぐに自分でバッて決めたメガネが、一番使ってるメガネはこれが一番印象ありますね、はい、そうそう、この印象があります。そうですね、色も入ってますよね。そうです、これはちょっとだけパープルを入れていて、ちょっと特殊な度数が入ってるので、その度数をちょっとこう、まあ、ごまかすためにじゃないですけど、厚みが目立たないように若干色を入れて使ってます。 15% ぐらいですか？ 15% ぐらいです、はい。ちなみにこれはあの色ですよね。あの色ですよ、 JD ですか？そうですね、はい、シークレットウィンドウでジョニー・デップさんがかけてたモデルのオマージュの色なんですけれども、はい、ブラウンクリアですね、はい、横から見た時にちょっとだけクリアが裏に見えてくる色になってます。かっこいいです。はい、おしゃれです。ベーシックに使える形も魅力的ですね。はい、まずは使いやすいかなと思います。で、2本目いきます。はい、はい、ではこちらですね、2本目なんですが、はい、ジャック・マリマージュより出ております、モリノというモデルで、サイズが55-19 の、まあ、ワイドサイズなんですが、カラーがグリーン系となっております。はい、これシャープでかっこいいですね。シャープでかっこいいですね。まあもうかなりこの色はですね、展示会で一緒に行った時に、うん、あ、もうこれはいい色だよねなんて言いながらすぐに目引きましたよね。目引きました、はい。すぐに取っちゃいました。もうこれ自体がやっぱり、まあ、74っていうサイズでやっぱり余裕があるので、やっぱりサングラスって気持ちやっぱり大きめにしたいのところもあるので、うん、サングラスにしたいんですか？あのサングラスというか超光レンズって言って、うん、あの紫外線が当たったら色が変わるレンズの方に変えて、はいはいはい、まあ、色が暗くなった時でも似合って、まあ、クリアな時でも似合うようにちょっとサイズ感を大きめにしてみました。なるほど、なんかラグジュアリーでかっこいいイメージですね。かっこいいですね。そうですね、色もちょっと綺麗ですね。なんかこうこの横から見える彫金もそうですし、このグリーンの感じもすごいなんか大人っぽいなと思って、うん、確かになんか変にね、なんかキラキラしてる感じではあんまりないと思ってるので、うん、そうですね、はい、じゃあちょっとそういう風な、まあ、モテメガネというか、はい、ここぞという時いいですよ、そんな感じ大丈夫です。モテてる感じでいいです。もちろんもちろん、はい、もちろん大丈夫です。はい、よかったです。はい、じゃあ3本目に行きたいなと思います。はい、ではこちら3本目なんですが、私たちも大好きなブランドはアンバレンタインのオルソンというモデルで、ですね、カラーが QC12 ですね。でサイズ感が44-28でしたかね、だいたいそれくらいです。はいはい、これ選んだ理由はかっこいいですね。それも、うん、かっこいいですね。昔からアンバレンタインすごい好きで、やっぱこう自分の顔に花がないと私は思ってるので、ちょっとこう明るく見せたいみたいな。あ、なるほど。特にやっぱりこう大きいメガネ、大きいメガネってのするとプラスチックのゴツ目が多くなっちゃうからですね。確かにですね。なのでちょっとこう明るめないので表情をよく見せれればなっていうのは普段からよく考えてはいるので。そうですね、ただ44-2ってなるとちょっと玉が小さいのに、はい、小さめですよね、うん、感じますけど、ブリッジが長いから、うん、そういうことバランス感もすごい綺麗に見えますよね、うん、ここが長いとやっぱり目の位置もちゃんとこう距離感も保てるので、うんうん、すごいこれこのサイズ感でも44という数字でも目がちゃんと真ん中に入ってくる。あと大きい顔の方って、結構メガネかけることによってさらにお顔が大きくなる、見えるんじゃないかっていう不安感もやっぱあったりすると思うんですけど、はい、そういった方にはここがやっぱり、そうですね、ここがちょっとこう張ってるとですね、あんまりこうキュッと小さくは見えない、まあ、これで完全な細いメタルだとちょっと私の場合はお顔が大きく見えちゃうと思うんですけど、うん、でもこのちょっとこういう張ってる部分があるとすごくいいですね。なるほど。これ色もたくさんあるので、はい、はい、まあ、ちょっと店頭では見ていただけるところとそうじゃないところってあると思うんですけど、取り寄せなんかはしてくれるところも店舗様もあると思いますので、ちょっとメガネ店様に相談いただければなと思います。はい、ではこちら4本目でございます。こちらコールさんの4本目の私物ということで、はい、こちらリンドバーグから出ておりますネックスというモデルのカラーが U12 番の、
はい、サイズがですね、こちらもちょっとワイド目です。49-25サイズでございます。おお、はい、ブリッジも長いんですね。はい、ブリッジも長いです。でこの4本の中では一番なんか軽そうな、もう超軽量です。もうかけてる感じがほとんどないぐらいの軽さなので、はい、まあ、これをまあメインにして考えたっていうのと、はい、あとはその耳の後ろの長さもサイズも全部自分で選べる。へー、長さですか。そうです、そうです、そうです。すげえ。それどれくらいの単位で選べるんですか。もう10ミリ単位以下で130、140、150とかで選べちゃうので。私顔が大きいので後ろも長いからです、ね、余裕が出るように長めにしてますし、しかもこのフロントも色もこの金属の色も全部自分で選んでるので、ある意味こうなんて言うんでしょう、なんかこう自分のオーダーメイドみたいな、俺のメガネだっていうのがすごい出てくるのがすごい好きだと思ったりをしテンプルの内側に書いてましたもん。あ、そうそうそう、工事中原って書いてました。名前があれば めっちゃ小さいけどね。そうそうそう、まあ自分でしか見ないけど、でもまあそういうのもなんか楽しいところだったりはします。え、それってつけるの無料なんですか。そうです、なるほど。しかも大体 そういうのを全部やったとしても2、3週間届いちゃうんですよ、はい、普通だとね、海外だとすごい時間かかるようなイメージとかありますけど、比較的早く届くので。ベルギーでしたよね。そうです、そうです。フレームの金額は大体8万円前後ぐらいですかね。8万円前後、でも8万円前後でそこまで全部自分の顔に。そうです、結局自分用になるっていうところと、ここまで軽くてチタンだったらすごい壊れないから、安心ですよね。なんかこう長く使う理由にしっかりなるというか。なるほどね、と思って。あの結構顔が広めな方ってかけ心地ここが痛くなるっていう方も結構いらっしゃったりするんで、あ、結果合わないみたいなこと結構あるんですよ。結果痛いみたいな、うん、でもこれだと結果痛いはありえないですよね。そこまで皮膚調整できたら結果かけやすいとしかならないので、やっぱり安心なのかなと。はい、ではこちら5本目でございます。こちらがですね、コウジさんの、 あの私物ではなくおすすめの、はい、大きめのメガネフレームっていうところになるんですけど、こちらですね、うん、アイバンの E0505 の49サイズの、黒色でございます。はい、こちらですね、0505がサイズ展開が、3展開あって、サングラスだけ49サイズがあるんですよ。そうなんですよ。なんでサングラスってメガネに比べてちょっと大きめに同じモデルでもサイズ設定がされていることが多いので、ちょっと気に入った形でもしサングラスのモデルとかがあれば、もしかしたらお顔に合うサイズ感で展開されているっていう、サングラスをメガネにっていう転換もできるから。ああ、なるほど、そういうことですね。はい、そうですね。で今これかけていただいて、こういうサイズ感でございます。うん、あ、そんなになんかやっぱりちっちゃくないというか。そうですね、もうこのなんかやっぱり私アイバンのメガネすごい好きなんですけど、はい、悲しいことにほぼサイズが合わないというジレンマを今まで辿っておりましてまあすごい好きです、ものすごく好きですよ。でもやっぱり PD72 というのが邪魔をするので、このサイズ感でかけれるということがもうすでに嬉しい。なるほど。はい、ではこちらですね、あの先ほどのレンズをあの取ってしまってメガネにしているというところなんですけれども、はい、あのやっぱサングラスで気に入ったモデルがあったら、こういう風にレンズを抜いてあのメガネとして使うっていうのも本当にありで、逆もあるしですもんね。あのメガネをサングラスにしたりする方もいらっしゃったり、はい、それをお顔の大きさによって好きなデザインを選んでいただければなというところなんですけど、はい、撮ってしまったあのサングラスのレンズっていうのは 2,3 年ちょっとこうメガネ使ったけどちょっと飽きてきちゃったなっていう時は、元のレンズを入れることでコンタクトでサングラスにして使ったりもできるので、できちゃいますね。そう、1本2役、あ、1本2役、はい、多いですよね、そういう人多い、多いですね。やっぱり大きめのサイズにちょっとしといて、メガネでも使えますみたいなサイズ感にしとくと、なんか1本でこう1つで遊べるというか、なんかこうね、何回も何回もこう新しいのというよりは、1個をいろいろめでていただくのも1つの場所じゃないからなんて思っちゃいますけど、はい、ということでございました。はい、では最後6本目でございます。あのこちらレスカから出ておりますピカスというモデルでございます。はい、の、カラーがですね424で、サイズが48-26と、これかなりワイドサイズになっております。あの名作ピカのサイズアップバージョンです。サイズアップバージョンですね。とうとう来ちゃいました。とうとう来ちゃいました。そう、これはすごくフレンチヴィンテージの、まあ、スタイルを、お顔が広い方ってなかなかかけにくいっていう方が
結構多い。ビンテージのメモリー、ちっちゃいメモリーもあります、ね。はい、少しご縁がございません。あるっちゃあるけど、はい、なかなかないっていう。そうですね。本当になんかこう、自分が欲しいと思ってても、やっぱりこれまでのサイズは、特に昔のものは少ないですね。で、結構コージ君、ヘアスタイルも、そうですね。うん、あの、ちょっとほら、はい、きちっと紳士的なというか、はい、2ブロックで、そうですね、あの横から見て芯が出る感じとかもいいですよね。クラシックなメガネすごい合う髪型だと思います。そうですね、はい、なんかこうやっぱりテンプルがすごい綺麗に見える髪型だなって思うのと、はい、やっぱりこうメガネ自体も主役になりやすい髪型がやっぱり髪量がこう、うん、多くないというか、はい、なので結構パッとメガネに目線がいくのもいいところなのかななんて思って、髪型に合わせてなんかその好きなスタイルを選んでいただくっていうのも楽しいかなとは思います。はい、はい、では6本ご紹介してまいりましたけれども、はい、あのお顔が広い方ですねにもたくさん、はい、今回はご紹介できたかなと思いますので、はい、まあ、今後の選び方の参考にしていただければなと思います。よろしくお願いします、はい、どうですか出てみて、はい、すっごい緊張しますね。なんかやっぱこうカメラに目を向けられるというのがすごく得意な人間ではないので、まあ、あのやっぱね、あのミクとはずっとこう長い付き合いといいますか、はい、もう飲み友達から始まって同じお店で6年間一緒に働いてとか、まああのもうねずっとよくしてきた仲なので、はい、やっぱりこういつか お手伝いできればななんて思ってましたから、そういう意味ではちょっと良かったんじゃないかなって思ってま す。このトリオなかなか見ないから、なかなかそうですね。でも案外よかったよね。楽しかった。よかったと、いや私は思ったんですけれども。大丈夫ですか、なんか大事なのに。いや、ちょっと、間を開けてもらった方がいいかもしれない。では本日の動画は以上でございます。こちらの動画がいいねと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録と、よろしければコメントの方もお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ではよろしければまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。